皆さんこんにちは、しげじいです。先日大雨でうちの半地下が水没してしまい、水が7センチほど溜まってしまいました。その時大活躍したのがツルビンポンプというメーカーのツルポンという商品でした。その性能があまりにもいいので皆さんにちょっと紹介してみたいと思います。それではどうぞ。確か、一昨年購入したと思うんですが、8000円台ぐらいだと思います。今日打販に行って、見てきたら、たくさん並んでました。やはり一昨日の、大雨で水中ポンプの需要が急に増えたんでしょうね。そしたら同じモデルが、約1万円ぐらいになってました。ここのところの物価高騰で少し値上がりしたんでしょうか。水没した、半地下の方の作業が終わりましたので、今日はちょっとテストの様子を動画に撮ってお送りしたいと思います。まずツルポンなんですけれども、別売りの、この10メーターほどのホースを買いました。そして、これが電源の方に行くようになっています。ツルポンの電源、コンセント部分です。コンセントにはブレーカーがついています。で、アース線をにつなぐこともできるんですけど、うちのコンセントにはアース線がないので、使っていません。それではちょっと排水のテストをしてみたいと思いますので、まずバケツに水を溜めてみました。でここに水中ツルポンを入れます。そして電源を入れます。はい、勢いよくで今排水能力ってどのくらいかと思う、最初はどのくらいかなと思ってたんですけれども、意外や意外こんな勢いで、排水することができます。約一坪の半地下に7センチぐらい水没したんですけれども、これを排水するのに約30分ぐらいで終わりました。非常に排水能力が高いんで驚きました。